今日卒業の日を迎えたのは理数科34人、普通科198人で、在校生や保護者らが見守る中、吹奏楽の軽快なリズムに合わせ入場しました。国歌斉唱の後、卒業証書の授与では各クラスごとに全員の名前が呼ばれ、斉藤豊和君らそれぞれの代表6人に手渡されました。牧久志校長は、感性、協調性など心の知能指数が評価される時代、世のため人のために尽くすためにも単なる知識だけでなく心の知能指数を高めるよう努力してほしいと式辞を述べました。また在校生を代表して後藤光平君が、それぞれに進む分野を極められリーダーとして活躍し、私たちを再び導いてほしいと花向けの言葉を送りました。卒業生を代表した大塚哲也君は、3年間培ってきた知識と精神力を持って新しい世紀の難題に立ち向かっていくと決意を新たにしました。最後に高校生活最後の校歌を体育館いっぱいに響かせていました。卒業生はほとんどが進学を希望しており、国公立の発表を待つ生徒も多く、本当の新しい門出はもう少し先になりそうです。